こんにちは、金沢の宿、花あかりです。このチャンネルでは、花あかりというホテルのスタッフが、地元目線と観光客目線に立って、金沢の魅力や金沢旅行のお役立ち情報を配信しています。さて今回の動画は、金沢の映えスイーツ9選をお届けしていきます。金沢では市内の中心部から郊外まで、たくさんのスイーツ店がありますが、この動画でご紹介するお店は、観光客の方が行きやすいように、数ある中から駅や観光地の近くにあるお店を中心にご紹介しようと思います。金沢の中心部にある9店舗を厳選していきますので、気になるお店があれば、金沢観光の合間にぜひ立ち寄ってみてくださいね。このチャンネルでは金沢旅行に関する情報や金沢の宿花あかりについてご紹介していますので、この機会にチャンネル登録をお願いします。また概要欄もぜひチェックしてみてください。まず最初にご紹介するのは、金沢の名物ともいえる金箔ソフトクリームです。輝く金箔を大胆に貼ったソフトクリームは、見応えも食べ応えもたっぷりなので、金沢旅行では絶対に食べておきたいスイーツの一つです。金箔ソフトクリームを取り扱うお店がたくさんある中で、今回ここでご紹介させていただくのは、今井金箔広坂店です。お店の場所は、21世紀美術館と兼六園がある交差点にあって、大勢の観光客が訪れるエリアです。観光の合間に気軽に立ち寄って、金箔ソフトを楽しんでみてください。金箔ソフトはインパクト抜群なので、金箔ソフトと一緒に写真を撮っておきましょう。ちなみにこちらのお店から1キロほど離れたところにある本店では、ソフトクリームの金箔貼り体験ができるようになっています。職人になった気分で、金箔をソフトクリームに貼るドキドキ感を味わってみると、旅行の良い思い出になると思いますよ。次にご紹介するのは、世界的パティシエの感性が光るルミュゼ・ドゥ・アッシュのスイーツです。ルミュゼ・ドゥ・アッシュのスイーツは素材に徹底的にこだわっていて、能登の食材や北陸の食材をふんだんに使用したスイーツの数々には、洗練されたデザインはもちろんのこと、人々の健康を考えた思いが詰まっているそうです。お店の場所は石川県立美術館の中にあるんですが、人気観光地の兼六園や金沢21世紀美術館のすぐ近くなので、観光の途中に立ち寄りやすいロケーションです。ガラス張りの店内からは本田の森の美しい景色を楽しむことができて、ケーキを食べながらゆったりとした時間を過ごすことができます。こちらのスイーツは素材の選定から味のバランス、そして見た目の美しさまで全てが芸術品です。特に白い六角形の姿が美しいセラビというケーキは、フランスのコンクールで優勝を勝ち取ったシェフの代表作だそうなので、ぜひ食べておきたいですね。県内外から大勢の人が訪れますが、並んででも行っておきたいお店です。次にご紹介するのは、フルーツパーラー村畑です。お店は東茶屋街周辺にもありますが、ここでご紹介するのは武蔵町にある本店です。人気観光地の近江町市場からは徒歩1分。1914年に創業された果物専門店の村畑直営のパーラーでは、上質な旬のフルーツをたっぷり盛り込んだパフェが名物です。1階は旬のフルーツやオリジナルケーキが並ぶギフト店があり、2階でパフェが食べられます。綺麗にカットされたフルーツの下には濃厚なソフトクリームが入っていて、旬の果物とソフトクリームのハーモニーが絶品です。メニューは旬のフルーツを使ったパフェ以外にも、パスタやパンケーキなどの軽食、ドリンクは生のフルーツを使った生ジュースがあります。どのメニューも見た目が華やかで美しく、写真映えするものばかりなので、注文するものを選ぶのに時間がかかってしまいそうですね。次にご紹介するのは、金箔屋作田茶屋街店です。金箔屋作田は大正時代に創業された金箔メーカーで、東茶屋街、兼六園周辺、金沢駅にお店があります。取り扱う商品は金箔コスメ、金箔工芸品、金箔入り食品などで、オリジナル金箔グッズを豊富に取り揃えています。またオリジナル金箔作品作りができる金箔貼り体験に参加することもできます。ここでご紹介するのは、茶屋街店で購入できるスイーツです。金箔屋作田茶屋街店は東茶屋街の入り口にあって、こちらのお店の前を通って東茶屋街のメイン通りへ行く人が多いです。おすすめしたいスイーツは、サクサクとした食感が楽しいゴールドワンドというお菓子で、その場で金箔を貼るクッキー生地のチョコレートスティックです。
チョコレートスティックとイチゴスティックがあって、どちらも深い味わいと華やかな金箔スイーツの商品として注目されています。他にも金箔を1枚贅沢に巻きつけたアイスキャンディーもあるので、暑い季節に食べたくなる一品ですね。次にご紹介するのは、ジャクソーアンのスイーツです。ジャクソーアンは、築100年以上の町屋を改装した隠れ家的なカフェバーです。お店の場所は、東茶屋街の北部に位置していて、路地を入ったところにひっそりと佇む、和モダンな雰囲気がとても素敵なお店です。このお店のスイーツは、美しい見た目と上品な味わいの、どれもここでしか味わえないこだわりのものばかりですが、その中でおすすめしたいのが、ポコの実、という見た目がリンゴのスイーツです。リンゴのコンポートが入ったムースケーキが、ホワイトチョコとラズベリーソースでコーティングされていて、周りのコーティングを割ると、トロトロの中身が溢れ出してきます。周りのホワイトチョコの甘さと、酸味のあるラズベリーソースが、中のリンゴと相性が抜群。見た目も味も満足度の高い一品です。次にご紹介するのは、パティスリーローブカ京庵のスイーツです。このお店は、かつて料亭だった築150年以上の建造物が利用されていて、金沢市指定保護建造物に指定されています。お店の場所は、古い町並みが残る尾張町の一角にあって、人気観光地の近江町市場からは歩いて3分ほどで、数え町茶屋街にも近いロケーションです。オーナーさんは、世界的レストランガイドで6年連続星を獲得し、ベストパティシエにも選出されたトップパティシエです。オーナーさんが生み出すスイーツから、その技術と感性は世界からも注目されています。カラフルで可憐なスイーツがたくさんある中で、今回ご紹介するのは、シュシュと呼ばれるスイーツです。チョコレートムースの下に、パッションマンゴーのクリームやキャラメルソースが層になっていて、金箔のラインが印象的なお菓子。まさに金沢らしさを感じさせる一品です。他にもショーケースの中には、花やフルーツが散りばめられた、美しく繊細なスイーツがたくさんあって、石川県産の素材を使用したものや、金沢をモチーフに表現したものがあります。パティスリーにいながら、まるでジュエリーや洋服を選んでいるかのような、心がくすぐられる気分になります。カ京庵は、テイクアウトのパティスリーとしても、出来たてのデザートがいただけるカフェとしても利用が可能です。カフェコーナーは改装前の蔵がそのまま残してあり、町屋建築の趣深い雰囲気を味わえるので、観光の合間に店内でゆっくりとした時間を過ごすのがおすすめです。次にご紹介するのは、ショコラトリー雨の歌のスイーツです。金沢らしさをチョコレート一粒一粒に込めて届けることが、コンセプトのチョコレート専門店です。お店の場所は、兼六園のバス停から兼六園へ向かう坂道の途中にあります。兼六園をバスで訪れる人のほとんどが、このお店の前を通ります。洗練された店内のショーケースに並んだ、キラリと光るチョコレートは、まるで宝石のよう。その中からここでご紹介するのは、ポップショコラです。アイスクリームバーのような見た目ですが、兼六園を散策しながら片手で気軽に食べられるように考案されたポップショコラは、軽めのガナッシュを美しい色のチョコでコーティングされた一品です。アイスのようにも見えますが、すべてチョコレートです。まるで天の川のようなデザインで、食べ物というよりアート作品のようですよね。思わず写真に残したくなる華やかさが特徴ですね。ちなみに、季節によって表面の色が変わるので、皆さんが金沢旅行をする時期は、どんな色のショコラバーなのか楽しみになりますね。他にもチョコレートのソフトクリームや、石川県らしさをぎゅっと詰め込んだ、ワンランク上のチョコレートも楽しむことができます。次にご紹介するのは、ドルミールのスイーツです。ドルミールは農家直送のフルーツを主役に丁寧に仕込んだクリームやアイスで香りや食感まで工夫を凝らしたスタイリッシュなパフェ専門店です。カフェスペースではパスタや各種ドリンクも楽しめます。お店の場所は建町通りと呼ばれる商店街にあって、周辺には片町や香林坊という繁華街があり、また人気観光地の金沢21世紀美術館からは歩いて10分ほどです。数ある中からここでご紹介するのは、お店の一押しメニューのピーカンと呼ばれるパフェです。パフェが可愛い缶に詰め込まれていて、いちごとカシスや桃とピスタチオなど、旬のフルーツや厳選素材をふんだんに使った全6種類が、イートインやテイクアウトで楽しめます。中でもおすすめは、いちごとティラミス。いちごシフォンケーキに、いちごのジェラートとエスプレッソのアイス、ロイヤルミルクティーのパンナコッタを重ね、上からフレッシュないちごとココアをトッピング。
ティラミスのほろ苦さとイチゴの甘酸っぱさがバランスよく調和しています。シフォンケーキや生クリームは軽い食感で甘さも控えめです。また旬になると登場する冬から春にかけての定番、アマオートティラミスのパルフェも人気。焦がしキャラメルバナナとほうじ茶のパルフェも人気。繊細で美しい見た目はもちろん、あっと驚く美味しさにリピーターが続出しています。コロンと可愛く乗っているのが、一つ一つ丁寧にくり抜いたバナナで、味も見た目もアメージングです。砂糖をまぶしてキャラメリゼすることで、甘さも美味しさもぐっと増すのだそう。その他にも季節限定のメニューがあるので、皆さんが金沢旅行をする時期に素敵なパフェと出会えるといいですね。最後にご紹介するのはロンドンカップケーキです。ロンドンカップケーキはバタークリームを使用したカップケーキやオリジナルケーキの専門店です。見た目がとても可愛らしく、季節ごとに様々なデザインのカップケーキを提供していて、日本にいながらイギリスを感じられるお店です。お店の場所は中央卸売市場の周辺なんですが、金沢駅から向かうときは金沢港口から車で6分程度、歩くと20分ぐらいかかるので、観光客の方はタクシーを利用するのがいいと思います。選ぶのが難しいぐらい可愛いカップケーキばかりで、買った後は食べずに飾っておきたくなるほど、見てるだけでハッピーになってしまいます。店内もカラフルでとても可愛いので、子供は大喜び間違いなし。家族で訪れるのもおすすめです。このお店は観光地からは離れているので、アクセスがちょっと不便かもしれませんが、金沢駅からは車で6分程度ですし、お店周辺の中央市場通り商店街には、地元も通うリーズナブルなお店がたくさんあるので、お食事目的でこの辺りを訪れて、食後のデザートにこちらのお店へ来てみるのもおすすめですよ。いかがでしたか？今回は金沢の映えスイーツ店9選をお届けしましたが、参考になりましたでしょうか？旅行中に美味しいスイーツを食べようと思っても、どのお店がいいのか迷ってしまいますよね。ぜひ今回の動画を参考にして、お気に入りのスイーツ店を見つけてみてくださいね。最後になりますが、金沢の宿泊は加賀五歳の宿花あかりのご宿泊をご検討いただけますと幸いです。花あかりの詳細については概要欄のリンクからチェックしてみてください。このチャンネルでは金沢の魅力や金沢旅行に役立つ情報をこれからも配信していきますので、この機会にチャンネル登録をお願いします。また動画が参考になりましたら、いいねボタンを押していただけるととても励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。